はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、大阪の動画ということで訪れているお店がですね、以前ねガオーっていう、まあ、サムライイーティングさんがやっているチャンネルのね大会があるんだけど、その時にお世話になりましたフライヤーフライヤーさんという、まあね、大食い好きの方だったらみんな知ってるような超有名店に来ております。でこちらのお店なんですけど、まあ、名前の通りね、揚げ物がメインとなったがっつり系の定食がありまして、本日はですね、そちらの揚げ物なんかをいろいろとミックスフライみたいな感じでお店おすすめでね、約4キロほど作っていただいて、ゆっくりとね食べていこうと思います。やっぱりね、その試合だったからあんまりね味わえなかったのよ以前は。それでもものすごいうまかったから、今日はね絶対に美味しいもの出ると思いますんで、料理がね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね商品到着いたしました。やばくない？あのとんでもない大きさ。一応ね今回は約4キロぐらいだと思うんだけど、ボリュームがすごすぎて4キロに見えない。めっちゃ多く見えるんだけど、揚げ物とかはね熱々が美味しいと思いますんで、早速ねいただきます。以前ね対決で食べたのが唐揚げカレーだったんですけど、それに乗ってた唐揚げがめちゃくちゃ甘かったんで、一発目にこの唐揚げいってみましょう。これ箸と見比べてもらうと分かるかな。1個がねめちゃくちゃでかいのよ。まずね、こちらの唐揚げいただきます。うわっ、下味も濃いめでガーリック効いてて、噛んだ瞬間に肉汁があふれる感じ。ほんとね、この唐揚げうまいっす。このライスもすごいな。ちょっとレンゲじゃないと無理かも。あー合う、やっぱ肉に米は合う。うまっ、唐揚げうまいな。これたら、続いてこちらの生姜焼きいってみましょうか。ちょっとタレがこぼれるんで。生姜焼きはこんな感じですね。今まとめて取ったんだけど、このバラ肉うまそうだね。でこの生姜焼きもいただきます。みんな好きなやつ。味もね濃いめではあるんだけど、酸味もあってご飯進むね。で、まあ、通常はねこちらお水お部屋はこれぐらいのちっちゃいね普通のサイズのグラスなんだけど、撮影だからってことでちょっとやばくない。いただきます。揚げ物に水がうめえ。じゃあそろそろミックスフライもこれいっちゃいますか。ミックスフライはエビ、白身魚、イカで、でっかい唐揚げと。これイカかな。ちょっといただきます。うわ、揚げ物全部サクサクだ。で、エビと。やっぱ揚げ物は幸せになるね。食べてて楽しいわ。本当にね、こちらのフライヤーフライヤーさんって大食いのね聖地みたいになってるのよ。もう店内にはこの大食い選手のねサインとかもいっぱいあるし、西日本東日本関係なくね、もうマジでみんな来てて、正直多分オフでね来
ってなかった大食い選手、僕だけかもしれない。念願かなっての来店だからね、よりね、美味しく感じるね。そろそろこっちのお皿も行ってみましょうか。こっちがね、一応蒸し鶏と蒸し豚ということで、味もね、ごまだれとこの四川風と分かれてるみたいなんで、ちょっとこっちも食べてみましょうか。うまっ、うまっ、うわ、お肉プリプリ。ライアフライヤーさんのお肉って、まあ、調理とかもね、すごく丁寧にやられてるんで、この、ね、お肉たち柔らかすぎる。うん。でまたね、このシンプルな料理なんだけど、全然ね臭みとかないんで、ガツガツいけますよ。でまたこれちょっと見えるかな、ポテサラが多い。個人的にこの唐揚げと生姜焼きがヒットしてる。うん。この辺りでちょっとね、味変をしていこうと思うんですけど、フライヤーフライヤーさんにはね、セルフサービスでドレッシングやソースをかけられるスペースがあるので、ちょっとね、そちらに行ってこうね、揚げ物たち味変していきたいと思います。こんな感じでソースとか味変アイテムがいっぱいありますんで、まずこちらのタルタルト、ソースと、ってことで今ね、これタルタルとウスターソースダクダクにかけてきたんで、こちらいただいちゃいましょう。あれも絶対ご飯のお供でしょう。いきます。絶対合うなこれ。うん、いや、うまっ。当たり前のことだけど、ソースとね、タルタル合わせたら5倍ぐらいおかずになったね。ということで、ただいまですね、こちら白いご飯完食いたしました。で、フライヤーフライヤーさんなんだけど、このね、白いご飯と先ほどから飲んでるこちらのスープですね、おかわり自由でして、結構ね、おかずのがっつり系が多いので、おかわり自由制度はね、食べに行くのは嬉しいと思うんだけど、今日はね、めちゃくちゃ食いますから、おかわりはしません。ということで、ただいまですね、こちら一皿完食いたしました。残りこっちだけだね。ポン酢もかけてみるか。ずっと四川味食べてるんだけど、フォアジャオしびれがすごくて、この量食べてるとそのしびれが蓄積してきて口の中がすごいことになってる。
今ですね、お肉関係は全て完食したんですが、ごめん、今ホワジャオにやられて味がわからないですこの後ね、新幹線に乗って帰るだけですので、ポテサラをお持ち帰りさせていただいて、新幹線でこれをつまみながらね、飲んで今日は帰らせていただきたいと思います。あー、辛い。こんな感じでね、お持ち帰りに詰めさせていただきました。じゃあ、ね、ひとまずね、ごちそうさまでしたということで、ということで本日の動画はですね、僕の念願のねフライヤーさんに来れたということで、唐揚げから生姜焼きだったりとか、フライ物、蒸し鶏に蒸し豚と、本当に全部美味しいメニューばかりでして、なのでね、男性だったらまず嫌いな人はいないだろうというがっつり系メニューが目白押しでございますので、皆さんもね、気になった方はこのねフライヤーさんで美味しいご飯食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルなんかも始めておりますので、そちらの方も概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。